初めてナックに見に行ったのが2013年の5月6日だったんですけど、はい、富山選手はもう結構怪我は大丈夫ですか？大丈夫です大丈夫です、もう元気です。かけました？難しい。はい。はい。じゃあ、せーの。お兄様の方は、大山圭介選手。あ、気遣ってもらってなんかありがとうございます。ところは富山選手。やっぱ、奥抜き吉永。渡部、三河堂、あの一田選手がやっぱり出てますね。まあ、みんなあるんですよ。そうです、みんな坂本選手もあります。吉永。吉永結構すごいですよ。吉永は。吉永結構すごいですよ。吉永ないっすよ。あ、ない。吉永ない。吉永すごいっすよ。あの今日参加あの3人の選手の中で自分が一番あの大宮アルディジャ愛を持ってるよっていう。この3人だったら絶対俺が一番あります。絶対俺だろ。いいですね。はい、僕です。感じはないな。感じはない。感じはない。感じはない。奥抜き選手、ここであの反論お願いします。姿を一番大宮に強いですね。あ、大宮に溢れてます。言ったな言ったな。これから奥抜き選手がどういったそういう愛を表現するか。奥抜き障害宣言しました今。ずっと大宮障害宣言しました。奥抜き大宮ずっとです。大宮障害宣言しました。あ、大宮ラブです。大宮ラブ。僕はやりたくないっす。フォワードしか。フォワードしかやりたくない。フォワードしかやりたくないっす。エゴイスト。奥抜き選手はいかがですか？僕はセンターバックスやってみたいですね。意外ですね。新しいセンターバック作ってよ。ドリブルで一人で運んでゴールまで行くやつ。浮入れてやるよね。浮入れてやるよね。見てる人は一番楽しいよ。そうですね。だってやりたいですね。初めてナックに見に行ったのが2013年の5月6日だったんですけど、はい、富山選手はもう結構怪我は大丈夫ですか？大丈夫です大丈夫です、もう元気です。大丈夫か本当に。大丈夫です。もう大丈夫だよ。そうですね、その時は本当に多くの方が心配して、あと見守った記憶、僕もあります、はい、初めて行った試合でスタジアムに救急車が入ってきたので本当にびっくりしました。そうですね、なかなかないんで、なかなかない。時間がある限り多分今お部屋であの柵がっていうかテレビとかが壊れない程度の柔らかさのボールでお部屋でできると思うので、こういうお外に出れない時にお部屋でやってみたらいいんじゃないかなと。やっぱノリじゃないですか、酒井選手。まあ、確かに確かに酒井選手は去年イケメンコンテストは第1位でした。
は間違いないです。はい、彼はイケメンただの。これ選手じゃないかという声も出てますが、所長、那須裕太くん、入ってるかな？できました？OK。OK。OK。じゃあみんな出してみましょう。ドン。あ。一平選手。アプリでなんかデリッシュキッチンっていうのがあるんですけど、それ見て作ってます。何作ってるんですか？何作ったっけパスタ作りました。パスタ、パゲティ。何パスタですか？バター醤油風の。あ、私言うの、はい、何入れたの？パスタ以外に何入れたの？パスタ以外に具材、じゃがいも刻んで入れて、お肉入れて、あとなんだっけ、まあ、あのパスタの具によく入ってるようなやつをいっぱい入れました。多分あのファンフェスティバルとかで作ってくれると思うんで、ケースケ君と一緒にやりましょうか。ケースケと一緒にやってもらいましょう。ああ、ぜひぜひ。ホームでは絶対勝ってください。頑張ります。はい、はい、はい。じゃあエータ君、頑張ってください。はい、ありがとうございます。よーし、はい、あ、最後翔太くん、J1 昇格頑張ってください。頑張ります。頑張ります、はい、ありがとうございます。はい、今日は本当に短い時間でしたがありがとうございました。本当にリーグが再開した時に、皆さんに、勇気だったり元気を与えられるようなプレーをできるように僕たち選手は頑張りますので、その時はまた熱い応援お願いします。今日は本当にありがとうございました。あのこのようななんかコロナっていう最近進してる中でこういうイベントをできることが本当にいいことだと思いますし、僕自身もあまりまあ一緒に子供と交流がないので本当に楽しかったし、まあリーグがあまり月にはまあ再開できることをまあ祈ってますし、再開したらまあ石川選手も言ったように本当に熱いいいプレーで皆さんは体だったり勇気与えれるようなプレーできるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。どうもありがとうございます。笑顔でお願いします。はい、チーズ。
まあスクールももちろん楽しかったんですけど、まあ、スクールの仲間とかと一緒にスタジアムに足を運んで、アルディジャの試合を見てたのを覚えてます。やっぱ外国人の選手が結構好きだったんで、まあ、ジェリー・バルデスとか、まあ、バレーとか。それも分かんねえよ。2000年代前半まあ、僕ちっちゃい時から本当に負けず嫌いだったんで、負けず嫌い小学校2年生の時の試合とかで勝てなくて泣いてたのも覚えてるし、その勝てなかった相手に翌年勝てた時もう嬉しくて泣きました。泣き虫だったわけではなく、泣き虫だったら感情の表現が豊かっていうことにしてる。本当だと思います。昨夜お前どこ行ったんだ。話聞けよお前。今喋ってんだせーので、せーの、オン、オレンジ、どう、オレンジです。皆さんオレンジなんですか。大学になります。今反転してるこれ。いや、カメラではちゃんと保持。上しか逆ってこと。大丈夫です。反転じゃない。反転してる。ただ反転するのは自分だけ反転決めるんで大丈夫です。他の人には見えます。ちょっとネイビーっていう。おい、やめろよ。あ、頭の上に付けてくれた。完全なんかちょっと今揃ってないんですけど。全然、全然。先週が皆さんオレンジで揃ってるんで、頭の上に付けてくれた。